まずはそっちから。オーダーストップが何時かちょっとわからんのね。一応2時かなと思ったけど、もう30分ないもん。それとも時間で閉めたのかな。まさかの正月休み繰り返入ったね。マジですか。せっかく来たのかな、間に合うようにと思って。しょうがない。でもしょうがないね。まあ確かに電話してこなかったけどね。間に合うかどうかギリギリやった。大久久しぶりやな。去年来たっけ、一昨年は来たよね。ロープウェイは一年点検でお休み。往復券ですね。帰りちぎり。迂回はあるよね。相当浅いんやけどね。血水が浅いって大丈夫なんやけど。ボートとか乗ってる身としてはちょっとなんか浅すぎて怖い。ああこんな形の味ったら来月は運命で出ざるよね。出ざるも行かないかな。そうですよね。河川敷のあれかな、整備かな。226円はメンテでお休み。あるとしたら白蛇ぐらい。守りはもうもっと綺麗やな。もう一度故郷最近飲んでないな。
去年1本飲んだかなぐらいかな。地元ではあんまり置いてないってね。好きなんやけど。をステップ大差し多分桜の木やもんね。川岸のこれが全部4月はあんまり来たことはないっていうか、3月の終わりはどうかな。タイミングがあれば来たいね。今日平日だっけ。お土産屋さんも食べ物屋さんも、しかも2時過ぎやけど開いてないやろ。今